こんにちは、柴田です。今回は1977年製のギターを購入したのでレビューいたします。こちらは1977年製フェンダーのストラトキャスターハードテイルになっております。そしてこちらはですね、グレコのテレキャスター1977年製です。このストラトはですね、ファンクおじさんと福岡行った時にですね、出会いがございまして購入に至ったと。まあ、その経緯に関してはですね、またファンクおじさんにこれ持ってってゆっくりお話しさせていただきたいなというところでございます。でこのテレキャスに関してはですね、僕が今 JW ブラックのテレキャスを持ってるんですけれども、まあ、それを手放してでもなんかこう自分にバシッと決まるようなテレキャスが欲しいなと思ってずっと探してたんですよ。で JW ブラックもですね、今中古でも30万超えのところまで上がってきてるので、それを下取りに出したら、まあ、そこそこいいものがですね、手に入れることができるかなと思って、千葉館でね、10本以上、もうね、何十本とね、鳴らしてきたんですけど、なかなかいいのが見つからなくて、まあ今は時期じゃないんだなというふうに思っていたら、翌週にね、これが入ってきて、もう鳴らしたらね、あ、もうこれだと。もうフェンダー何本も鳴らしてきたけれども、自分の好みはこのグレコになったんだというところがですね、分かりまして購入いたしました。でこれどちらもですね、3キロ前半 3.1 とか非常に軽い個体になっております。今回ね、70年代のギターをこう購入して弾くことによってですね、まあ、いろんな気づきがあったというところですね、皆さんに共有させていただきたいなっていうのと、やっぱ古いギターっていうのはね、いいとこ悪いとこやっぱあります。なのでね、それもね、包み隠さず自分が思ったことをね、話ししながら音出していきたいと思ってます。まあ、まずはね、このフェンダーのストラトなんですけれども、めちゃめちゃいいです。というのもですね、ちょっとね、グリップがね、細めなんですよ。近年のものよりはシュッとしてる感じで、ネックもね、全然太くないですし、程よい感じなんですけれども、木がね、めっちゃ詰まってます。ギューってなってる感じ、もうカッチカチな感じがするんですよ。だから細くても強靭な感じというか、どうしてもね、近年ものはね、僕ね、ネック太いのを選んでるんですけど、個人的にはネック太めの方がね、やっぱね、近年ものはね、鳴る感じがするんですよね。細いとどうしてもね、ちょっと負けちゃう感じがあったんですけれども、やっぱね、これはすごい細いけどね、芯がこうガチッとしてるんでね、音の粒もね、すごいそう、カチッとしてる。70年代のギターは基本的にね、重いものがね、フェンダー多いんですけれども、これはね、めっちゃ軽い。これもね、なかなかね、出会いがないのでね、運が良かったなと思っております。でハードテイルにラッカー塗装で、アッシュのボディというところで、出音のスピード感だったりとか、あと根っこの芯の部分はね、本当にすごいんですよ。めっちゃいいなと思います。ネックに関してもですね、リフィニッシュされてますし、フレットも打ち替えられてるので、もうね、新品な感じではあるんですけれども、ちゃんとね、オールド感もね、残ったような音になってます。で難点としてはペグがね、あんまね、よろしくない感じなんですよ。まあ、これはね、70年代に言えるというわけではなくて、当たり外れでしょうね。安定感もまあちょっとね、いまいちな感じはありますね。ではね、サウンドをね、聞いていただきましょうかね。結構ね、リアはね、キラッとしてる感じなんだけれども、フロントは太めで、なんかレンジがね、やっぱしっかりある。上から下までまんべんなくっていう感じです。で、特徴はね、スリーウェイっていうところなんでしょうね。だからミックストーンが出せないっていうところも、まあ難点っちゃ難点かもしれないですね。じゃあ生音からいきますか。いや、強いっすよね。もうカチッとしたネックの硬さがもう、伝わる感じ。でリアから、キラッと感があります。センター、これ使い勝手がいいんですよ。しながらもちゃんと芯がある。
でリアで。歪ませてみましょうかね。フロントからいってみます。センター。ここは使い勝手がいい。ギャンとした感じ。雰囲気がありますよね。なんか一音一音の強さと、まあ、70年代からこう生き抜いてきたというか、そういう存在感がねございます。では続いてテレキャスターいきましょう。これもねいいんすよ、まあ、個人的に好みのテレキャスターのイメージなんですけれども、ちょっとねポンコツ感がある方がね好きで、まあ、生音とかだったらなんかカッシャンカッシャンしてるような、ちょっとペッシャンペッシャンみたいな、それをね、これ持ち合わせてる。うん。これね、ボディはね、線ですね。で、状態はね、非常にいいので、オリジナルのパーツをほぼほぼ使ってるんですけれども、コンデンサーだけね、千葉管マイスターに変えてもらいました。ペグもね、非常に調子がいいです。これね、めっちゃいいっす。相当な企業努力をね、感じるようなペグですね。状態もいいので、年月が経って、でも全然問題ない、支障がないようなペグになってます。でフェンダー、さっきのフェンダーと同じくですね、ナット幅は若干細めなんですけれども、ネックはね割とねこうちょっとふっくらめ、カチカチって感じではないけど、まあ、若干ハードめで少しだけねちょっと尖ってるから少し V。 いや、たくさんフェンダーを鳴らした中でねこれをね選んだ理由はね、音を聞いていただけたらね皆さんね納得していただけるんじゃないかと思いますよ。リア、どうすか。フロント、あ、フロントじゃない、センター出来がいいのでね、品がいい感じなんですけど、やっぱねこれね言い方悪いですけどね、ちょっと下品なんですよね。それがまたねこのテレキャストの良さ。
鳴ってるというかカッシャンカッシャン、これがねいいんですよね。このプレートもねすごく安っぽい感じです。薄い感じもするしね、なんかその辺がね近年のこう高級感があってねカチッとしてるんですけど、ちょっとこういうね乱雑なところがねテレキャスのいいところかなというのでね個人的には好きです。ではオーバードライブフロントから、いいっすよねミックス。落ち着きがないというかしっかりと暴れるおじさんというかそんな感じですよね。すり合わせをしてるんでこの辺がいい感じで泣いてくれるというか吠えてくれる、ここら辺の音はねやっぱねオールドの魅力だなと思います。まあ、生まれ年のギターをね探してる人多いかと思います。まあ、最近は古いギターがねちょっとね高くなってきているので、まあブランド問わずでいろいろ見ていくのもありかなと思います。まあ、自分の中でもねフェンダーとかギブソンじゃないとっていうのもね意識はあったんですけど、いざ鳴らしてやっぱねいいものはねどっかね転がってたりするので、まあそれをね待つのもありかなと思います。このグレコに関してはねめちゃめちゃ個人的には気に入ってるので本当いい買い物をしたなと思ってます。バースイヤーはね愛着が出てくると思いますので、ぜひぜひ皆さんも探してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。